はい、どうも、海です。本日は、今私はというゲームをやっていこうと思います。めちゃくちゃ可愛い女の子がいるんですけども、このゲームは、目が覚めたら見知らぬ場所にいたっていうことで、えー、そこから脱出しようというゲームですね。脱出ゲームですね。はい、ではやっていきましょう。いや、可愛いな、本当に。初めから。お、てんてんてん。お、なんだ。なんか暗いね、ここお部屋が。 ここは、え、めっちゃ可愛いんだけど、ほんとに。女子高生だよね。え、クソ皮。<laughs> めちゃ皮なんだけど、超タイプ。早く帰らないと。ちょっとなんか、なんだろう、ぼーっとした感じの表情が可愛いね。タオルケット。割と親切な人なのかな割と親切な人場所もわかんないんだよね。こんなところにゴミ箱がある。レシートしか入ってない。おう、よく見てみる。うん、見よう見よう。レシート結構重要じゃないスーパーのレシートが多い。あ、 あれは薬局家電量販,販店のもあるでも半年の前のやつ半年も前のやつだ相当ため込んでたのかなへえー、あでもそれだけがはいはいいやさっき見たん、ね、でじゃあこっちなんだろうこれテレビああこっち鍵付きの日記当然開けることはできないああ <laughs> 出る出ます出ます <laughs> びっくりする音が。あ起きてたんですね。おはようございます。気分はどうですか俺も今から帰りますからもう少し待っていてください。自由にしてていいですけどあんまり部屋荒らさないでくださいね。恥ずかしいですから。誘拐もしかして日記が気になっていたりうわっはっしますかすごいすごい。超能力 <laughs> そんなに俺のこと知りたいんですかうんー、そうですね。 ではヒントをあげます。俺たちの記念日です。それではまた後ほど。記念日、はあ、記念日え、なんか関係してるのかな参考書などが並んでいる。無差別にさらったとかそんなんじゃないのか。この教科書、うちの学校で使ってるやつじゃなかったっけ学年は一つ下みたい。あら、年下くんが誘拐したのこういうのあるとないとではやっぱり違うのかな はい、結構細かく見れるね育てたことないからわからないけれど観葉植物を育てるって大変そうなイメージ確かにもうこういうのすぐ枯らしちゃいそう私あ見れないこれなんか記念日書いてそうじゃないよくあるカレンダーよく見ると今日の日付に丸がつけてあるお今日の日付は何,何日あそれでこれでフラグ回収してとかじゃないかえー、じゃあえー、結構広いな 洗濯かご何も入ってない音がうるさそうな洗濯 <laughs> さあ見ただけでわたかるのかな音がうるさそうってお風呂場水滴が一つもないえすげえな水滴が一つもないお風呂めっちゃ綺麗やんお手洗いなかなか綺麗あれ音が怖っあここ玄関かはいはいでこっちはわざわざ開けてみる必要もないかなあお腹空いてない食べようおそらく生物を捨てるゴミ箱 さすがに開けるののはちょっとあ、可愛い今の表情ここにも観葉植物がある好きなのかなあなんか関係ありそうだね観葉植物水滴一つないここの人はよほどの綺麗好きなのかなすげえここにもないんだ包丁が出しっぱなし危ないなええ何今の点々持っていこう持っていこう ああ、持っていかないか <laughs> ガスコンロ、久しぶりに見たかも。ちょっと自己防衛のために持っておいた方がいいか気がするけど。じゃあ、こっち、特に開ける必要も、ああ、開ける必要ないのえ、じゃあ、とりあえず、調べ物は終わったんでセみみ、セーブ、読み込む、あれセーブ、記録か。はい。よし、じゃあ、一回外出れるのかな見たところ、内鍵がかかっているだけのようだ。え、開けるえ、じゃあ、これでエンディングいけるのかな 3つエンディングあるっぽいんであえ外出たよ外に出ると見知らぬ景色が広がっていた私はスマホに表示される地図を頼りに自宅へ帰ったそうだね今スマホであればもうね大体はいける今回のことは両親に話さないでおこうと思う特に危害が加えられたわけでもないし無駄に大ごとにする必要はないそしてまた変わらない日が始まる 先輩お男の子だプリント落としましたよありがとうそれとこれもんなんかめちゃくちゃ可愛い女の子ボイスが聞こえるざわざわでは失礼しますさっき忘れ渡されたのなんだろうこれは鍵と住所それともう一枚 不安になったらいつでも来てくださいえエンディあえいきなり3から回収しちゃった今日も生きるほうえ全然わかんないけどエンディング3からかえじゃあ12があるんですけどあとえどういうことだあの男の子は一体 あ、ここ調べられたんだ。あ、私、こっち右側からだったからダメだったんだね。この引き出し、南京城がついている。う、上、ええー、ええー、え、日付とかわかるやつあったっけちょ、ちょっと待って。え、これ見れるよくあるカレンダー。見えないよね。なんか持ち物。手帳、母さんにも書くことがないから終わった日に丸をつえ、でも見れないから、 えー、あっこここれじゃないあっこれだこれだ6月今日26かなじゃあで今日の日付が丸つけてあるって言ってたからちょっとやってみよう6月だから丸6月 26? だったよねほいあっほ、はいあいたいたいたあいた中に鍵があるこれがあの日記帳の鍵 いいよビンゴビンゴもう特に気になるものあもういゲットしたのかじゃあちょっとセーブしとこういいよ冴えてる冴えてるはいで開けようこの鍵で開いた読んでも大丈夫なのかな日記を読む読もうもうここまで来たら気になっていた先輩に声をかけられたえななんだこれなんとかに正確には 散らかしてしててまっったた本の片付けを手伝ってくれたでもその中でたくさん話しかけてくれた好きな本の種類だとかおすすめの本だとか遠くで見ていた時もとても綺麗な人だと思っていたまるで精妙な芸術品のような存在触れたくて触れることは許されないそんな先輩をこうして近くで見ることができるなんて話もできたなんてとても幸運だどこか寂しそうな雰囲気がしたのが少し気になるおー片思いかでもなんか文字の字体がすごいね。 先輩はよく図書室で勉強をしている。俺は変わらずカウンターから眺めているだけ。けれどそれでいい、それがいい。邪魔をしてはいけないんだ。この瞬間、先輩を瞳に映しているのは自分だけ。ということだけでとても満足感が得られる。先輩が泣いていた。あいつに拒絶されて泣いていた。今まで他人に辛い表情を見せた,見せたことのないたくで。 完璧だった。先輩が泣いていた。どうしてどうして先輩を泣かせたりしたんだ。ろくに彼女のことを分かってもいない男なんかが先輩を傷つけるんだ。どうしてそんな表情を他人の前で見せるんだ。どうして俺じゃなくてあの男の前でそんなに泣くんだ。はっ最初に壊したのがあの男。俺じゃなくてあの男。なんで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 俺が壊してみたかったのよ、うん。うわぁ、やばい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 。先輩の望まないことはしな。 えちょっと待って怖っえ急にえー、なんだあのページだけもう二度と先輩が他のやつらに壊されないように俺ができることは先輩を守ってあげれることだけだ先輩を壊そうとするやつら全員排除してやるもっと早く気づいてあげればよかった俺なら先輩を満足させてあげられる俺なら先輩の望むものを与えてあげられるもうあなたは一人じゃない俺がそばにいます支えてあげますだから待っててくださいね ああ、いると思った。私、なんとなくこれいると思った。<laughs> え、でもかっこよくないただいま、先輩。日記読んじゃいました <laughs> こうして実際読まれているところを見るって恥ずかしいですね。どうですか俺のことわかりましたかいやー、ヤンデレさんですね。でも、あの、危害は詳しそうにはない感じだったけど、俺、先輩のこと大好きなんですよ。初めて会った時から、ずっと。 あとは日記に書いていた通りです。先輩のことを理解できるのは俺だけだと分かった。だから連れてきたんです。あなたが一体何が目的やだな先輩。もう分かっていますよね。俺,俺たちいい関係が築けますよ。あーあーあああああああ。ヤンデレだった。全然やばいやつだったな考えたことないですか世の中には壊したいけど壊してはいけない。そんな特別なものがある。 あれは貴重なものだから絶対に壊すな別に誰から注意されてなくてもなんとなくそんな気雰囲気がしてこれは壊していけないものなんだと認識させられるそういったものほどこの手で壊してみたいって感じたことないですかでもよく考えてみてください物は一度壊してしまったらもう二度と元には戻らないんです一度きりで一瞬で終わってしまう それってなんだか虚しくなるだけですよね。そんな一瞬で終わってしまったら、そのものが一気に何の価値もなかったか、なかったもののように思えませんかえ、でもこの表情私すごい好きだよ。<laughs> でも先輩は違いますよね。何度壊そうが時間が過ぎれば元通り、そうですよね。それに、これは先輩も望んでいたということですよね。鍵はいつでも開けられる状態だったのに、いつでも自由に出ていけたのに、そうしなかった。ああ、確かに。 ああえじゃあエンディングさんがもしかして一番いいエンディングだったのかなということは俺のものになってくれるんですよね <laughs> 嬉しいなこれからは俺だけにその姿を見せてください俺だけにあのゆがんだ表情を見せてくださいね嬉しいですよね一人よりずっといいですよね俺が全部受け入れてあげますから 安心してください。殺したりなんかしませんよ。そんなことしたら、もう二度と先輩の痛み、苦しんでる姿、見,れ見られなくなっちゃうじゃないですか。<laughs> これからはずっと一緒ですね、先輩。あーあああああああにあいと生きる。あああああ いやー一番なんかヤンデレだな。<laughs> ちょっと危ないよ。だから首痩せたのか。なるほど、なるほど。はい、今ここ内鍵開けて、まだ中を探索できるから、多分何かできるんだと思うんですよ。これ包丁を持つとか、あ、じゃないか。え包丁を持って構えるとかかなって思ったんですけど、あれあ、あなんか始まった。てん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 。どうしてどうして出ていかないのなるほど。 もう鍵は開けたあのノブを回せばここから出られる自由になれる家へ帰れる家へあいい子ねってそれなのにさすがお父さんさすがお父さんのなんちゃらどうしてああ,あ,あびっくりしためっちゃびっくりした帰っても自由になれないなんか言う通りにしてねみたいなこと書いてたよねまた父さんと母さんの言いなり自分では何もできない私になる作り物の私 ああ、なるほど。私ってなんだっけ生きてるの存在しているのここにいるのは誰私悪いお母さんとお父さんではないと思うんですけど、あれか、なんだろう、期待されてるというか、もう全部言いなりになってるっていうことが、私は、自分の意見を主張できないみたいな。私は誰私は,私,は私は、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 私、私。 わからないわからないわからない誰なのここにいるのは誰誰誰誰誰わからないわからないわからない,からない,からない怖い、はああ帰ってきた開いてるあこの子も今びっくりしてたっていうかハテナってなってたから予想外のことが起きたんじゃないの先輩、はあリスカットしてるリストカット <laughs> ああなたは証明できましたか <laughs> うん私ちゃんとここにいたちゃんと生きてた傷口からジュクジュク流れてくるのズキズキ痛むの私はちゃんと存在してたそれはよかったです俺も先輩がいないと寂しいですからでももう自分で傷つけるのはやめてくださいえ自分で傷つけるのはやめてください 自分で、俺が傷つけますからみたいな <laughs> え。えそれ、今度から俺にやらせてください。先輩の存在を確かめさせてください。やっぱりそう来たか <laughs>。やばいやばいやばい。やっぱサイコパスだわ、この子。あっ、え、でもめちゃくちゃなんかハッピーエンドっぽくないこれ。先輩が不安になった時には、俺が先輩の望むままに証を作ってあげますから。だからもう、一人でやらないでください。え やばいこと言ってたけど、これが一番いいエンディングなのかなあなたは私を見捨てないの君悪がらないのどうしてそう思うんですか彼がそうだった。この傷を見られて、拒絶された。あーはい、元彼がいて、その元彼がリストカットを見て、引いたってことか。てんてんてん。俺は先輩の全てを受け入れます。理解します。あなたの役に立ちたいんです。俺だけはずっと、あなたの味方です。 ああ、優しいのか、ちょっと、うーん、まあ、好きなんだろうね、この女の子のことが。ありがとう。えっと、サトリカナエ。サトリカナエ。いつでも声をかけてください。すごい名前。うつろゆめ先輩。世界で一番愛おしい俺だけの先輩。ゆめ先輩とカナエくんね、了解。かわいいな、二人とも名前が。お、おっと。あ最近、うつろさん明るくなったよね。 わかる前まではちょっと近寄りにくい雰囲気だったもんね高根の花って感じで意外とフレンドリーでびっくりしちゃった付き合ってた彼氏と別れたって噂あったけどそれって絶対彼氏がオーラの違いに耐えられなかったんでしょう今のうつろさんだったなら別れてなかったりしてやっぱ高根の花的存在だったんだねめちゃくちゃ可愛いもんねそれありえるかも でももさなんだか怪我も増えてるよねこの間腕にすごく包帯巻いてるの見ちゃってさ本人隠してるっぽいから詳しく聞かなかったけどこれさあれだるでしょかなえくんがずっとじゃあやってあげてるってことゆめちゃんにえ怖っえ怖くないへえそれでこんな暑い日でも長袖なのかてっきり日焼け防止かと思ってたやけどでもしたんじゃないおっかなえくんサトリくん 明日んだ、あ,あ、名字で呼んでんだ。今日も予定あ、え、かわいい。かわいい、かわいい。もちろん、いいですよ。ちょっとね、あのー、あれちょっと名前、あ、サトリくん、うん、カナイくんは、前髪もうちょっとね、切ったらね、すごいいいと思う。<laughs> ありがとう。それじゃあ、生徒会の仕事終わらせてくるから、また後でね、生徒会まで入ってんだ。モテそうだな。いってらっしゃい。ハイスペックだよ、この子、ゆめちゃん。あ、なんだ 共に生きる。なんか今ニッシッシみたいな感じで笑ってなかった <laughs> 意外とお茶目で可愛いね「共に生きる」ああ <laughs> 終わったけどーーすっげーえなんか表情これはこれで私すごい好きだし違がリストカット からのこのこ血が滴ってるねうわーでもな背景は真っ白になって純白に包まれた感じだから一応これが、まあ、ハッピーエンドって感じなのかな、まあ、生きるっていう選択肢だったしねはーいいやーでも どうなんだエンディング3でもいい気がしたけど、でも、またお父さんたちの言いなりになるだけっていうと思うと、うー、ん、んって感じだね。どうなるんだろうって感じなんだけど、はい。まあ私はでもエンディング1が、私はリストカット怖いけど、でも、うん。ゆめちゃんが幸せならそれでいいよ。うん。あ、めちゃくちゃいい絵がありました。クレジットってところを押したんですけど、うわー、これ、 男のかなえくんがリストカットしてるけどゆめちゃんはすごい笑顔でうわっ いい絵だけど、いいね。うん。私はすごくいいと思う。二人とも幸せそうだから。はい。いや、すっげえ、クレジットにまでこだわってたね。すっごい。ありがとうございます。すごい面白かったです、このゲーム。はい。では、ここで終わろうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。では、またねー。